今回は劇場版シード令和のズゴックプラモカ難しすぎ問題についての反応集をお送りします。今の時代アニメのデザインや設定に忠実なプラモを出さなければ貼らないのに、そんなの知ったことじゃねえと言わんばかりにこれをお出しする監督は本当に本物ですわ。で、これをどうやってお出ししますかね。バンダイさん、まあデストロイとかも作中の描写だと大きすぎるとか言われていたわけだし、逆にスゴックは小さく描写されていたけど実際は一回り大きい感じだったとすれば、とりあえず脱いでみよっか。肩がえげつない変形してる想像図が X にあったな。これか、正直なるほどねってなった。いいねこれ。腕たたんでボディに収めるってのは考えたけど、そうなるとそのジャバラアームは別の駆動用意してることになるんだよな。この側だけでもビルスーツ1機分くらい普通にコストかかってねえかなこれ。まあでも暁や核動力メンツに比べりゃ安いし、宇宙世紀にはモビルスーツ1機分に相当する武器もあるんだから平気平気。黒歴史的な世界の記憶からなんかスゴックを垣間見て脳を焼かれてしまった技術者がおったんやろな。またの関節行きそうで怖い。ダンタリオン式か、スゴック相当でかくなるな。見たくやるなら今のバンダイの技術力でいけそうな気もする。スレッジな話だけど、絶対無理だろって思ってたアーマーナイトオプティマスプライムやゲッターロボの変形も再現される時代だぜ。俺たちは止められない。ゲッターは結構無茶してるが。設定、フリーダムにはハイマットモードとフルバーストモードがあって使い分けて。監督、ハイマットフルバースト入るよね。設定、はい。プラモ、無理無理なんですよ。時の流れが解決するさ。初期のコレクションシリーズだと羽開かなかったが、ハイマットモード自体がなかったんだろうか。そもそもコレクションシリーズはギミック省略シリーズだから。高山瑞穂、設定が変わってる。もしかして福田監督はバンダイ担当者の敵なんじゃないすか。富野監督にバンダイを信じるなとは言われたらしい。そりゃバンダイの村上とサイコガンダムの剣とかバイク戦艦とかいろいろと揉めたからね。ただあの人も人間的にはあれだけど、ギャバンや数々の戦隊ロボなどで黙らせるぐらいには凄まじい実績上げてんのも事実なのよな。種でも割とカツカツスケジュールでやってて、何回もニコル殺す羽目になったのに、来年続編な、作とかグフとか出してね。やられたんだからこのくらいの報復はですね。なんか勘違いしてると思うんだけど、プラモバカ売れになる作品作れる時点で超絶有能でありがたすぎる存在だろう。大河原音体、これはどう。福田監督、リテイクです。大、これは福、リテイク。大、これ福、ダメです。6回目、大、これ福、違うんです。これですよこれ。9回目、大、福、お、これです。これこれ、さすがは大河原さんだな。足裏とか忍者の足見えてるんだよね。造形ちゃんとしようとするとめんどくさそう。多分中でガイナ立ちしてるんだと思う。別スレで見たが、忍者収納の問題は確か大体あのとががった方、つまりガイナ立ちだと収まらないという。インフィニットジャスティス錦とズゴックにアスラン乗せて戦わせたら確実にズゴックが勝つことになるの。頭おかしくなりそう。 HG なら忍者は入らなくても許されるだろう。その代わり MG は完全収納してもらう。 MG インフィニットジャスティス錦ズゴックか、4桁で収まるかな。そりゃズゴックと中の人で2種類出すんだからお得でしょう。プラモモじゃなくてロボット魂とかのフィギュアで出しても褒めるしかんよ。このズゴックにはそれだけの可能性と夢とロマンがある。ズゴック、そのトゲトゲしてるの外せない。ジャスティス、すまん、これ一応武器なんだ。頭の角で頭突き攻撃するゴック系統なんかおったよな。まあおもちゃメーカーはおもちゃありきだから、そこからの要望全部受けてたら縛りがきつよぎってのはわかるよ。HG なら中にしまえなくても誰も文句言わんでしょ。 RG とかメタルビルドは単価がかみたいに上がっても港びついて買うから問題なし。 PG サイズのズゴックの側だったら MG サイズのジャスティス入らないかな。入りはしても足裏に忍者の足裏が出てこない。四角の長さも合わなくなるんだよな。バーチェとのどれみたいなもんやし、いけるいける。プラモ化するときには既存のやつとは違う可動域とかでなんとかするのかも。 HG とかは差し替えだけど、 MG は
36みたいな感じで。福田監督、河原さんに中からジャスティスが出てくるズゴックをお願いしますって頼んだら、普通にアーマーまとってるプラモとして販売可能なジャスティスを出しされた。いや、そういうのいいから普通のズゴックくれって言ったら、最後の抵抗でジャスティスの格だけ出してきた。ようやく、わわあん、さてはこの人デザイナー泣かせだな。無茶ぶりというか、これ言ってることはズゴック描いてその中にジャスティス入ってることにするから、というガワラさんにズゴック描いてもらいたいだけ疑惑。でも、あ、こいつ中身ジャスティスだわですぐわかる外見にしたら、そこまで面白いシーンにならなかっただろうから英断だわ。最初のズゴックはまだ耐えられたけど、そこからあのまんま宇宙出て笑いつつも、まあこれはキラの話だもんなと自分に言い聞かせてから、満を持たしてジャスティスで感情に探られまくったから、本当英断だと思う。角は大事だからな。うん、古いファンならシャズゴに角付けやがったで盛大に草生え散らかして流す。空の中身、ご会長はもう腹筋が無理。私はガンプラおじさん、バンダイの脅威の技術を信じてる。プラモ化するに決まってる。こういう無茶をどうにかしようっていうことで、プラモメーカーの技術が上がるんだ。プラモと違ってゲームも再現できるしな。プレバンで稼働用ズゴックの中の人が発売されて、ほとんどはインフィニットジャスティスだけで飾るか、稼働ズゴックとインフィニットジャスティスの2体で飾るかのどっちかになるんだ。こいつをプラモで作れたら、バンダイは本当に神の領域に達するよ。バンダイ、モデラーさんたちの挑戦を待ってます。なーに、スーパーミニプラのゴルファック方式ならいけるいける。ゴルフォックをまるまる使わないので、ビッグボルフォックとゴルフォックを並び立たせることが可能です。これ最初見た時爆笑したわ。合体の時か体外合体用パーツなんだよなこれ。確かにこの方式ならズゴックを出せるが、まあハイマットフルバーストは方針が根本で90度曲がることになるから、パッと見るで、え、大丈夫となるのもわかる。でもかっこいいからお釣りが来るんだ。変形トイに限ればそこそこの値段で出せるだろう多分。実はバンダイはデジモンのこの変形をやったりと、皮むき変形に関して天才的なんだよな。おもちゃ関連、やっぱりズゴックはカニだった。なんで打ち切りにしたんかね。超進化シリーズ売り方があまりよろしくなかったのと、想定以下の売り上げだったからと言われてる。アスランはいつジャスティスに乗り換えるんだ。まさか映画終了までズゴックなのか。そっから出てくんの。おおおおい、まあ HG での再現は無理だろうし、やらんでええわな。 MG というか100分の1に期待するしか。むしろ腕とか足とかって一旦分離してても良いんじゃね、という気がしなくも。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。